ちちちもちも道のちもしちちちちもこのこの。大丈夫か？あー、あーにゃ、母いなくて寂しい。いや、いいって別に。母の存在恋しい。あ、今忙しいからまた後でな。いきなり流す。ふざけんなよ。よく見ろよ。この人昨日から怖い顔して街中走り回って怪しいんです。俺と被ってんじゃねえか。せっかくヒーローやっててもこんな真似されたら俺も悪者扱いされるじゃねえか。ごめんなさい。ありがとう。ああ、だってまあ71点の C 級だしな。お前不審者扱いされてやんの。ワクワク。あ、そうっすか。アーニャドッジボールでお星様掴む。スターキャッチアーニャ頑張る。おさんもヒーローなんだな。よろしく。フォージャーです。ありがとう。ではまず土曜のパーティーで。アーニャさんウキウキですね。そうなれば特訓です。アーニャさん、続けることだ。どんなに辛くてもな。おきどき。もちろん一日三食きちんと食べる。朝はバナナでもいい。極めつけは精神を鍛えるために夏も冬もエアコンを使わないことだ。最初は死ぬほど辛い。一日くらい休もうかとつい考えてしまう。足が重く動かなくなってもスクワットをやり、腕がプチプチと変な音を立てたら腕立てを断行した。俺は強いヒーローになるためにどんなに苦しくて地ヘロをぶちまけても毎日続けた。自分で変われるのが人間の強さだ。随分と俺を期待させる演出してくれるじゃないか。お前も知りたいのか。いいだろ。秘密警察。地球の終わり。読まれている。風に魂書を読まれている。何者だあの女。アーニャ爆弾取り返したいのに。ゲームセット。ベリーエレガント。アーニャちゃんすごい。1年生で第1番よ。あいつの弾にやられっぱなしで悔しいからちょっと取ってみたかったっていうが、俺を殴り飛ばした時のあのパワー、なかなかやるなお前。やあどうもホージャーさん。戦争はやめましょうデズモンドさん。世界は平和になった。あれはたまたま、たまたま安く手に入ってだな。